桜だ。花粉が原因だって言うけど本当かどうか分かんないんだよ。こうしている間にも桜は俺の体内に入ってきて、どっからか桜が咲くんじゃないかって。また増えてます。お母さんいなくなったって。それにきっとお母さんも寂しがる。死ね、死んでしまえ。あんたが桜にやられればよかったんだ。さやちゃんのことも可愛いと思ってるの。でもね、ハル君は病気になっちゃったから守ってあげないと。お母さん、桜の季節になると花見って言って桜の下でうかうかしてたんだって。